尾は打ちます。拾って長木、犬飼シュート、ミドル。最後はセンターバックの犬飼。長木もいいボール蹴るんでね、高さもなんかありますから、はい、ゴールですね。これは入りました、はい、ゴール鹿島コーナーキックから先制点、まあ、最後犬飼そうですね、ですか、まあ、ランゲラックのところにボールが行ったんですけどファンブルして、まあ、犬飼に当たってゴールという形ですし、これはおそらくファールではないですね。ちょっと肩にこうボールが当たって少しこうランゲラックに接触。さあ右足インスイング、ファーサイドヘディング決まった、鹿島先制。ヘディングから犬飼突き刺しました。強みのコーナーキック、セットプレーで鹿島がゴールを奪っています。蹴った瞬間の背中からこう前に出る動き非常に良かったですし、まあ、犬飼のボールの当て方、荒木のボールの質、まあ、パーフェクトじゃないですかね。飛ばしたパス、白崎、これは蹴りました、キーパースケの跳ね返した犬飼。エベラウド胸を使ってピツカが入ってくる、ピツカが入ってきた、鹿島行きます、流れた、拾ってボレー、さらに長戸入れてヘディングシュート、決まった、高い高い打点、犬飼ですね。1点返して鹿島89分、1点差。アルトゥール会議のあと長戸のクロスボール、そしてここで最後は犬飼、高いヘディングでしたね。はいね、もう狭くても受けられる自信があるんですね。打ちに行く、犬飼追いつきました、アントラーズ。いやすごいシュートでしたね、風にも乗ったかもしれませんが、谷もうまくね足を運んだんですけども、バーに当たって戻って自分の体に当たって入りましたね。パンチ力のあるシュート、犬飼。蹴るのは遠藤、柔らかいバイリング、おーゴール、勝ち越し、アントラーズ。今谷は反応できませんでしたが、ヘディングの後動きましたね。そうですね、ちょっと分かりづらかったんですけどね、犬飼、その後に触ったんですかね、